聖公会の司祭がアルブの上にストールを着用した姿聖公会の司祭がアルブの上にストールを羊のように着用し羊の再服着用の模様を撮影させている。ストラは司教司、司祭、女祭が礼拝の際に使用する首からかける帯のこと。ストラとはローマカトリックでの故障で聖公会など他の教派ではストールとも呼ばれている。聖会には 協約者が首からかける帯として、オラリエピタラヒリがあるが、形状が異なる。ストラの起源は、集団の中で協約者を表すためのサインであったという説や、儀式中に手を拭うためにつけていたタオルが変化したものなど小説ある。現在では、聖職者の象徴として捉えられている。刺繍や折柄などの様々な素材が使われるが、 生産式が回収との対面方式で行われるようになった現在では刺繍等の柄の位置も上部に施されるようになってきている。ストラの色は原則として使用する日の祭り色による。主に白、紫、赤、緑の4色を用いるが、葬儀用の黒やバラ色、青、金などが使われる場合もある。ストラは、教会で備品として用意しているほか、多くの生殖は、暗衆や、 着任の記念にプレゼントされるなどして自前のものを持っている。特に使用期間の長い緑はペンテコステなど特定の日にしか使用されない赤や比較的使用期間の短い白や紫に比べて痛みも早く出やすいため複数所有している場合もある。使用にあたっては初めて装着する前に祈りと香、聖水などで祝福をする場合もある。 カトリック教会や聖交会においては、ストラをどのように装着するかで、聖職者としての階級が判断できる。女祭、羊が優の字型に折り返したストラを、左肩から右腰にかけて斜めかけするのに対して、司祭は首にかけるだけである。司教、司教も首からかけているがその他の服装で判断することができる。ありがとうございます。